ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。いい隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、エニアグラムで重要な、3つの要素について、センター分け、センターっていう考え方と、法内っていう考え方と、ハーモニクスがよく三つ組なんて言われるんですけども、その話を、というのは、いつもご視聴いただきありがとうございます。仮面巨人さんから、法内ハーモニクス、対象関係と解説いただいている動画はありますか、なんていただいたんですけども、多分過去にある、けども、どこかに紹介してるけども、1年経ちましたし、多少なんか我々も違う話ができるのかな、違うなんか解説の仕方ができるかななんて思いまして、今回はまずはセンターの話を、こちらバイブルですね、エニアグラムあなたを知る9つのタイプ、基礎編と9つの性格タイプから紹介したいと思います。エニアグラムあなたを知る9つのタイプで書かれているのは、心には3つの基本要素として本能、フィーリング、思考がありますと。でエニアグラムの理論に従えば、これら3つの機能はそれぞれ人間の体の中にある微妙なエネルギーのセンターに対応しています、そして性格タイプは主に3つのセンターのどれか1つと関係していますよと、タイプの8、9、1が本能、タイプの2、3、4がフィーリング、タイプの5、6、7が思考タイプですと、でここで書かれているこのセンター分類を知ることがなぜ重要かについてなんですけども、なぜなら私たちがどこで主にバランスを欠いているかっていうのを特定しているからですと。それはそのエゴ、自我の課題や防衛の仕方に関する主な3つの分類を表していますと。で、そこから私たちが気づき、気づきを得ることで、自分自身にどんな、オートメーション的な制限がかかっているかっていうのを知ることができますよと。で、まずは本能タイプから、891ですねと。891、関わっていることとしては、抵抗とコントロール、この本能が関わっていることとしては、抵抗とコントロールですと。で問題が指摘されているのは攻撃性と抑圧とありました、で求めるものは自立ですと、で感情、これは潜在的なものなので、怒ってるんですよねって旧の人に聞いても、いやいや別に怒ってないですよっていうに決まってるんですけども、潜在的に怒りを抱えていますっていう、ちょっとこの紹介を、本能タイプ、基本的傾向としては、本能的直感によって物事を判断しますと、判断基準は快か不快か、つまりいい感じか嫌な感じか、先にその本能的直感によるアイデアが浮かんで、そこから思考を組み立てていくのが特徴ですと、本能的直感は体で感じる確かな感覚ですと、物事を決める際に役に立つ反面、自分がこう感じるからこうに違いないっていう思い込みを生むことがありますと、そのため人の意見に十分に耳を貸さないといったことにもなりますと、ここが注意するポイントですと、でまた自分なりの感覚、ゆったりとした感覚を持っていて、それを乱されると怒りを感じますと、本能タイプの人は自然体で比較的どっしりした雰囲気でありますと、で本能タイプの人が水面下で求めているのは自分の場を守ること、自立っていうんですかね、なんでこの自分の領域を侵されたり、ペースを乱されたりすることなく快適でいたいと感じていますと。よく時間感覚の話をするんですけども、この本能タイプの人の時間感覚は今現在ですと、先のことは抽象的すぎてなかなか意識がいきません、経験を積み重ねる中で将来のことを考え計画的になることはできますが、それでも未来についてのイメージはぼんやりしたものになりがちですと、でタイプ1の人、タイプ1、完璧を求める人は、欠陥のある現実を本来の理想の状態に回復させようとしたい、タイプ8の人は自分が望む現実を
意志の力によって作り出そうとする、うんうん、タイプ9の人は心地の良い現実を維持しようとします、うんうん、っていうふうに書いてあります、うん、そのまま続けて、はい、フィーリングタイプ、うん、2、3、4ですね、うん、とフィーリングタイプが関わっていることとしては、うん、偽りの自己を愛すること、うん、自己イメージとありました、うんうん、問題点はアイデンティティと敵意、うんうん、求めるものは関心、うん、潜在的な感情としては恥とありました、うんまあ、これ簡単に言うと、うん、偽りの自己を愛するっていうのは人からの評価、うんうん、でその評価される部分を愛しているっていうことなんですよね、うん、多分で、関心を集めたい、うんうん、で感情潜在的な感情恥っていうのは、うん、その本来の自分ではいけないと思っているそこが恥ずかしい、うん、だからこう見られたいっていう理想があって理想があってそう見られないっていうのが恥じゃないですか恥ずかしいだって本当の自分を恥ずかしいと思っている、うん、本当の自分そうだからこう思われたい、はい、なんかできる例えばタイプ3だったらできる人と思われたい、はい、みたいな理想があった時に、はい、この人できない人って思われるのは 恥ずかしいで本来の自分、うん、本来の自分がどうであるかは全く別の問題みたいな別の問題でも恥ずかしいと思っている、うんうん、なんてフィーリングタイプの基本的傾向としては、うん、フィーリングという英語には感情と感覚両方が含まれていますよと、うん、フィーリングタイプはイメージのタイプとも呼ばれています、うん、イメージや感覚で物事や人を捉える傾向があって、うん、こうありたいという自分についてのイメージ通りに人から見られ関心を向けられることに期待しています、うんうんうん、そのため意識的無意識的に自分のイメージを演出することがあります、うん、魅力的な声や物腰で話したり、うん、服装も自己表現の手段なので、うんまあ、価値がある存在と見られるようにイメージを作り上げる、うんうん、でイメージと実際の自分とはギャップがある、うん、本当の自分の姿を知られたら価値がない、うん、見透かされてしまうのでは、うんうん、っていう思いが恥の感覚につながりますとなのでまあフィーリングタイプの人が水面下で求めるのは関心、うん、人から関心が注がれることによって初めて自分の価値が感じられると思っている、まあ、ここ問題ですよねそこが価値って思ってるってことですよね、はいはい、でこの人たちフィーリングタイプの時間の感覚は過去ですと、うん、フィーリングタイプは深層心理においては過去思考ですと、うん、タイプには人生によって大事な人間関係とのやり取りを中心に覚えています、うんうんタイプ3は大切な存在、うん、例えば母親の自分に対する期待や、うん、自分が誰かにしてあげたことで喜ばれた記憶が自分に価値があるという感覚の支えになっています、うん、でタイプ4は、過去に自分が負った、うん、かっこと思っている、うん、過去に自分が負ったと思っている傷によって自分は他の誰とも違う特別な存在だ、うんうん、とドラマチックな感覚を持つことがありますと、うんうん、続けて、はい思考タイプ5、6、7の人たちですね、うんうん、とこの思考が関わっているのは戦略と信念ですと、うんうん、問題点は不安と心配、うん、求めるのは安全、うん、で潜在的な感情としては恐れ、うんまあ、不安ですね、まあ、不安、うんうん、よく言う私タイプ6だと思っているんですけども、うん、不安なんですそう真ん中ですかはい、ありがとうございますディスられてるわけじゃないですよね、うん、だから僕だったらこう怒りの真ん中、はい、みたいなこの思考タイプの基本的傾向としては、うん、頭の中をいろんな考えが占めています、うん、頭にエネルギーが集中しているのですと、うん、思考の働きが活発で神経が興奮し話しているうちにテンションが高くなりがちですと、うん抽象的な概念や知識を扱うことに慣れている人もいます、うん、本能タイプが腹からくる本能的直感を持っているのに対して、うんうんうん、思考タイプの直感は天から降ってくると表現して、うん、表現する人もいるように、うん、上からくると感じる人が多いようです、うんうん、どうですかその辺この腹からくる感じそうなんかアイデアが湧き起こってくるみたいなあ湧き起こるんですねひらめいたじゃないんですねひらめいたじゃなくて湧き起こってくるでまあ、よく言いますよね感覚の違いがありますこの思考センターの人は降ってくるアイデアが降ってくるみたいな、はい、パッてひらめくんですよね、うん、多分
あ、降ってくる。なるほど。うん、上の方から来るか、そう、下から来るか。脇が起こって、だから多分いろんな感覚とかがこう混ざって、こうなんじゃないかみたいなアイデアが湧いてくるみたいな。っていう違いがあるんですね。うん、で、ストレスが高まると不眠に悩まされることも、うん、アイデアや選択肢が次から次へと思い浮かんで、うん、堂々巡りになったり、物事を判断しにくくなることもあります。うん、思考タイプを突き動かしているのは不安の感情、うん、これらのことが不安だからこそ予測して分析して理解しようとしていますと、うん、なので思考タイプが水面下で求めているのは安全です、うんうん、でこの思考タイプの人たちは時間感覚は未来、うん、起きることを予測し備えることによって不安を減らそうとしています、うん、先のために今をどうしたらいいかと考えます、うん、タイプ5の人は自分の頭を一番信頼して専門的な知識や技術を身につけ独自なビジョンや方法システムを構想します。タイプ6の人は、信頼できる指導者や組織、これまで成功した方法や多数の人が支持する考え、仲間を頼りにします。熱中する人は興味があること、面白いことに意識が向かいます。で、考えたらすぐに行動します、うん、というのがこのセンターの分け、うん、センターの分類でございます、うん、こちらの本で書かれていた通り、うん、そのバランスがどう欠けているかっていうのが分かるよと、うん、で大事なのは、うん、まあ、こういった本エニアグラムの本で書かれているのは、うん、大事なのはバランスですと、うん、3つのこのバランス、うんうん、なんで自分がいかにこの偏重しているか、うん、っていうことに気づくことが大事ですよと、うんうん、まあ、こういう人たちですよじゃないですか、はい、でこの人たちはどうしたらいいのかっていうのは多分ないですよね。あ、要は、なので、うん、バランス、バランスでここに偏っているよっていうのを知ることが大事ですって話なんですかね。例えば本能の人だと、はい、するとこのフィーリングとか思考が、はい、よりもこっちが偏っている、偏っているからこっちももうちょっと気をつけましょう、気をつけましょうっていうことなのかなっていう認識なんですけどね。今だけじゃなくて過去も未来も未来も見ましょう。あ、でその辺、そうで、よくエニアグラムで、うん、ここでちょっと話がしたかったのは、うんうん、エニアグラムで今ここの感覚っていうじゃないですか、うん、ってことは本能タイプの人は常にもう今ここなんだから、うん、それはそれでいいっていうことなの。でもこのバランスなので、はい、多分今ここだけど多分もうちょっと過去のことも考えた方がいいし未来のことも考えた方がいいっていうことっていう理解でいいんですかね。そこはね、うん、ちょっとね僕も、うん、ポワンとしてるんですよ。そう、今ここって言われるともういいじゃんこのままでって僕の場合。あ、なるほど、うん、で、あのちょっと話が変わるかもしれないですけど、うん、よくあのグルジェフっていう、うん、元々ですね、元々、いや、エニアグラムを9つに分けた人、うんうん、グルジェフっていう人がいるんですけど、うん、その方がよくおっしゃるのは、うん、この9の人を9の人を取り上げて申し訳ないんですけども、うん、9の人は、うん、初めから9にいるらしいんです、うん、要は、うん、変遷していない、うん、あ、もうここでいい、うん、で居座っているっていう書かれ方をしていて、うん、それはちょっと面白いなと思ったんです。要はその他を見てないじゃないかと。うん、とあ、これ話が違うのかな、ごめんなさいね。例えばじゃあ1の人は、はい、9から1で止まっちゃったんです。9スタート、9スタートで1で止まった人で、じゃあ8の人は、8の人はブワーッと、8の人は2に行ってから、うん、2と8ってつながってるじゃないですか、うん、で8に行った、そこから他をすっ飛ばして8に行った。要はコントロールする、1、2、ん？コントロールするために、あ、こうやってやれば簡単じゃん、みんな俺の言うこと聞くじゃんって言って、うん、ここをすっ飛ばした9からスタートではない。あ、ごめんなさい、1からスタートだ。1からスタート、1からスタート、あ、9から、じゃあ9は何だって話です。そうそう、9からスタートです。ごめんなさい、9からスタートで、で1の人は 1で止まる。で8の人は2に行ってすぐ1、2っていくってことですか、うん、1、2って言って2から8に止まる。そう、うん、要は自分が快適であるために、うん、あ、コントロールって簡単じゃん、言うこと聞くし、うん、って言って8に行くらしいんです、うん、
3の人は123そうっていう、ごめんなさい、ここねまだ、ね、難しいんですよ、グルジフのやつって。なんかあの宇宙の法則とか、うん、いや369宇宙の数字の法則は369ですなんて言うじゃないですか、うんうんうん、ちょっとちんぷんかんぷんで入ってこないんですね。ただその今ここの問題、うん、このエニアグラムでいうところの本能タイプの問題としては、うん、まあそう旧の人を取り上げて申し訳ないんですけど、うん、そこなのかなってちょっと思ったのはちょっと皆さんにも聞きたいです。頭の中は今全然まとまってなくて、はい、旧の人はそこに居座った。居座った。で、あ、で要はごめんなさい。うん、でここで話をしたかったのは、うん、要は今ここってエニアグラムで言ってる、うんうん。で、本能タイプの人は基本的に時間感覚は今。今。だったら、今ここなんです。そう、ここで正解ってこと。うんうん、だけどこの今のバランスが大切なんですよねって話そうでになるとそうだとすると他もちゃんと大切ですよっていう話なのかなと、うんうんうん、過去があって今あって未来がある、未来もあるっていう、はい、ここにだけとらわれてはいけないのかなとは思ったんですよね。あ、そう、あ、落ちた、そう、そうだで、うん、あの今が快適っていうのがすごい大切なんですよね、うんうん、多分本能タイプって。だとすると今だけじゃなくて、うん、今の快適だけを求めるんじゃなくて、うん、未来のことも見た行動をしないといけないし、うん、っていうことなんですよね多分、多分僕の認識的にはこう快適を求めるわけじゃないですか、はいはい、で快適だから今が重要ですよね。今快適か今快適かどうか、はい、だけどこうこれから未来に進むわけじゃないですか、はい、で未来も快適にしようと思ったら未来のことも考えておかなきゃいけない。そうですね、はい、そうすると今は快適だけど未来が苦しかったりする可能性はあるじゃないですか、はい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 、だけどこうここしか見てない、今しか見てないと、はい、この準備ができないみたいな。そうですね、うん、でまあ私タイプ6だと基本そこしか見てない、うんうん、分からないのに分からないのに知るわけないのに、うんうんうん、でここだけを心配して、うん、右往左往している、うんうんうん、問題ですよねと、うん、そうするとこう今も見ない今ここ今ここも大切だしっていう、うん、こうぐさっとくるわけですよね、はい、今ここって言われると。そうですね、うんうん、よくアトラーの本の中にも書かれているのは、うん、幸せになろうっていうと、うん、これ今の否定なんですよね。今が幸せじゃない、そう、うん、今が幸せじゃないから幸せになろうって言ってるみたいな、うんうんうん、だからその言葉遣いとかも結構大切ですよなんてことは、うんうん、今を否定しがち、うん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 、幸せになろうと思うと今しか考えないですからね。今幸せだと私はあるためにはどのようなことをしたらいいのか、はい、っていうことばっかり考えるし、やっぱりタイプ6だとその未来のチャンスです、ね、いや将来こうするために、うん、じゃあもう今は我慢とか、うんうんうん、お金を使わないとか、うんうん、多分お金を貯めたまま死んでいくんでしょうね、うんうん、ずっと未来を見てるので、ね、そう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 、使えないまま使えないって、うん、っていうこの自己感覚を、うんでまあ、自分の欠点を知ることができる、うん、あのまあよくタイプ分類のやり方とかで、うん、9つの各タイプごとで10問ぐらいあって、うん、どれが多いかで、うん、あなたのタイプです、うん、みたいなわけだと、うん、偏りがちなのかなと、うんうん、なかなかよくタイプ7で挙げられる、うん、新しいものが好き、うんうん、とかだと、うん、多分タイプ6とかでもああそう好きってなるし、僕も新しいもの好きですからね。そう結構そういうのが分かりにくいのかなっていうのでうん、うん、この三つ組センターと校内とハーモニクスっていうのは、うんうん、もっとこう時間軸がどこにあるのかとか、はい、その自分の理解をするのに役立ちますよっていうところですかね、うんうんはいはい、ということで今回はセンター分けの話、うんうんうん、次は校内、まあ、どっちでもいいですかね、校内、はい、校内の話をしたいと思います、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。